はい、というわけで突然ぬるっと始めましたけど、クソギャラ列伝公開収録久しぶりにやっていこうかなと思うんですけど、先生お名前お伺いしていいでしょうか。はい、剣富山所属のプロゲーマー GX と申します。はい、 GX さんどうも。でクソギャラ列伝っていうからには何かのゲームの何かのキャラを紹介していただくわけなんですけど、ゲームのタイトルからお伺いしてもいいでしょうか。いや、これまあ皆さんご存知だと思いますけども。ご存知だと思いますけども、パワーレンジャーバトルフォーザグリッドです。パワーレンジャーバトルフォーザグリッド、え、これ日本未発売。そうですね。てか一個お聞きしたいんですけど、パワーレンジャーってその格闘ゲーム以外でもともと存在してた IP なんですか。これはもとはその日本の戦隊があるじゃないですか、あの10レンジャーとかいろいろ。ああ、ありますね。ああいうやつの映像をもともと流用して作ったのがパワーレンジャー、海外向けの戦隊ものみたいな感じなんですよね。ゲームもアクションゲームとかやっぱ海外向けにちょっと出てたみたいなんですけど、格闘ゲームっていうのは多分これが初めてですね。はい、あ、なるほど。じゃあパワーレンジャーっていうちゃんとタイトル自体があって、それの格ゲーがこのタイトルなんですね。そうです。じゃあまずどんな感じのゲームかっていう、まあ、ゲーム的にはアルカプとマブカプインフィニットと、まあ、BB タッグを足したようなゲームで、すごい欲張りセットやな。まあ、一番近いの多分 BB タッグですね。 BB タッグの続編だと思ってますこれは。はい、あ、じゃあ 2on2 なんですね。続編なんで 3on3 になってます。お、なるほど、そうか、続編やからまあ数増えるような、でキャラとかとりあえずまあこんな感じなんですけど、10レンジャーとかからの参戦が多くて、でもいますねこういうキャラが。え、チュンリーいる。あ、リュウいる。これ海外のストリートファイターのツイッターとかでも言ってたんですけど、ちゃんと公式なコラボで、あ、まあそうですね、ストリートファイターとコラボして出てます。だって左下にだってちゃんとタイトル出てるもんな。でまあこれ結構日本の戦隊から来てるキャラもいて、知ってる人は見覚えあるキャラもいると思いますけど、今回紹介するのはこれ、はい、格ゲー界でも史上最強の忍者と言われているアダム・パークですね。いや、格ゲーで忍者キャラって結構多いですからね。それの頂点に立つとなるともうこれは一仕事ですよ。あ、じゃあまあ基本的にどんな感じの動きゲームなのかっていうのを教えていただければ。はい、システムはまあ通常技が弱、中、強で、必殺技ボタンがあります。で、あとアシスト1、アシスト2。ああ、そうか。なるほど。って感じです。で、必殺技は、レバー入れで違う技が出たりする感じで、コマンド入力は、まあ、コラボのリュウ・チュンリー以外はないです。おお、なるほど。優しいですね。だから、簡単操作で、でも奥深いという感じですね。まあ、アシストと包帯が結構セットになってて、うん、そのままアシスト出したら損で終わるんですけど、もう一回押すと、包帯。でアシストが出てからも交代できるって感じです。あ、はいはい、判定出して交代もできるんですね。で、はい、ロボか。ロボ、体力ゲージの下にウルトラっていうやつ。いや、そうですね、なんかありますね、変なゲージ。これを発動すると通常技を放すたびにこういうロボ行為が出ます。大丈夫ですか。大丈夫。見た目結構面白いと思うんですけど、こういう補助的な技なのにちゃんと中段とか下段とかガーフとかあったりするんで結構危ない技です。判定おかしくないですかこれ、デカさが。いや、ロボだからしょうがないじゃないですか。いやちょっと絵面やばくて笑ったな今の。いや、これは本当知らない人に受けがいいので全とても盛り上がるゲームなんですよ本当に。あと連打コンボか、弱連打とか中連打とかも一応あります。お、A 連っぽいものが。あとはこのゲームを遊びやすくしてるやつとしてこれです、うん、アドバですね。ああ、もうこういうゲームにはお付きの、うん、アシストとか死ぬほど押されながら攻められてたら辛すぎるので、うん、やっぱアドバはないと。まあそうっすよね、うん、でも確かに聞いてるとそのなんか分かりづらいシステムとかはないっすね。結構素直なシステムがちゃんと多いなっていうぐらいの、でアダム・パーク、うん、どんな感じにまずいのかちょっと。そうですね、まあ簡単に通常技とか技の説明からやっていきますか。うん、まず見た目通りちょっと
っちゃいですね、このキャラ。ああ、ちっちゃい。はいはいはい、はい。通常技とかも意外と普通で、リーチも見た目通りそんな長くないし、しゃがみ、地球をキック、台風のしゃがみ強和と。はい、はい。通常技はまあまあ普通ですね。まあ、中足はそれなりに持続とリーチある方なんですけど、で、特殊技、ジャンプした中、肘。忍者キャラといえば。そうですね。忍者キャラ、このモーションやりがちではある。そう。で、まあ、上段だったりするじゃないですか。うん。これ、まあ、中段ですね、普通に。で、はい、行動制限がない。何フレで出てるんですか、これ。多分、10ちょいぐらい、当たるまでに10ちょいだと思うんですけど、まあ、とにかくきついですね、これは。まあ、でも、これは、序の口っていうか、あんまりそこまで使われないんですよ。いやでも見た目がかなりいいっすね。で必殺技いきますか。はい。必殺技なんですけど、まあまずニュートラル必殺技、これは追加入力で手裏剣を投げる、ややうざいぐらいであんま使わないんですけど、はいはいはい。でちょっとあと前走りと後ろ走り、これ前必殺技ですね。あ、これ必殺技なんですね。そうで、よくある追加でいろいろ出るという。ああ、なるほど、派生が出ると。弱、うん、はコンボ用の浮かせ、うん、中がスラ、おでスラがこれ2段技なんですよ。で両方下段です。ゲゲゲゲです。はいはいはい。で今日で中段です。待って待って、はい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 、待って待って待って、これ全部中段。全部中段です。あとはまあ急停止と、はい、ちなみに急停止も結構すごくて、うん、そんな感じで急停止から目押しでつながったりとか。なんかめっちゃ長かったな、地上コンボ。え、じゃあこいつ単純に他のキャラより地上コンボ倍入りません？そうですね。え、いやまあ他のキャラも結構即死とかオンパレードなんであんまり気にならないんですけど、まあ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 、むしろこの地上パーツもあんまり使わないです。あ、はいはいはい、別にやんなくてもいいんで。なるほどなるほど。あとはなんだっけ、まあガードされた時とかも微有利取れるぐらいですね、急停止で。有利、今日休憩してあるんで、アドバがあるんで大丈夫です。あ、まあ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 、確かにこの手のゲームはね、あのアドバあるんでで大体解決しちゃうから。で問題の技がこれですね。ええ、待って、なんすかこのスペースザン英検みたいな技。これあの必殺技名で言うと何だったかな、ポンドホッパーとか書いてあるんですけど、はい、公式のパッチノートとかでもアダムパークスザアラウンドザワールドアタックとか、なんかすごいみたいな紹介をされていたという技ですね、これ。まあこれトレモだからまだ見えるかもしれないですけど、うん、まあ対戦だと見えないです。いやまあ無理でしょうね。うん、でもちろん、ああ、まあもうそうっすよね、この手のゲームはね。でさっきも一瞬ちょろっと出たんですけど、いろんな技からワープが出るんですよこいつ。中連打からワープとか、うん、スーラーからもワープが出る。え、必殺技から必殺技出てません？あ、これあの必殺技っていうか追加入力でワープが出ますよって感じなんで、まあ、本当特定の技なんですけど、あとこれもか。まあこの辺はヒット時だけなんで、はい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 、大したことないと思いきや、はい、このゲームアシスト飛び交うゲームなんですけど、はい、こうやってアシスト狩るのがすごい強くて、はい、なおかつあれなんですよ、これヒット時のみキャンセルできるって言ったんですけど、はい、誰かにヒットしてればいいんですよ。ああ、そうか、アシスト殴ってもワープできるのか。そうなんですよ、本体はちゃんとガードしたけど、うん、なんかアシスト殴ってきた上にさらにワープで攻めてくるみたいな。って感じで、この技がマジでやばいです。でちょっと失敗したなと思ったら、やっぱ交代するわとか言って。ちなみにこれはもちろん裏なんですけど、はい、表、え、表、これ、あ、存在判定こっちになるんか。え、じゃあこれアシスト押すか押さないかで二択なんすか。そうなんですよ。まあ地上にいた方が悪いですね。他にも結構危ない要素があって、はい、このゲームの特殊な仕様として、うん、下段とか中段は連続ガード中でも左右が正しくないといけないんですよ、これ。ああ、1段目と2段目の間に交代したらどうなると思います？そういうことか。そう、まあ、もちろん下段だけじゃなくて、はい、さっきも言ったように中段もありますから。え、ほぼガーフじゃないですか。え、だって 1P 方向に下段ガード、その後
めっちゃ早く 2P 側にデータンガールとかやらないとガールできないんでしょ。そうです。まあ、ガフやね多分ほぼ。これマジ強いです。はいはい、まあ、あと言ってないのはこれか。ジャンプ必殺技。何？爆弾投げてる。そうですね、これ、まあ、ガードさせて有利のやつなんですけど、はい、まあ、ちょっとパッと見使いづらそうじゃないですか。まあそうですね、なんか直接は、うん、ただこれあのくるっと回ってるところに判定があって、でこれ8000めっちゃ速いんですよ。うん、8004とかやったらコンボに使えるし。あ、ほんまや。あとは倒されて出てきた時とか、うん、こすったりとかちょっと重ねミスったら逆にこれ食らって死ぬみたいなの、ね、結構ザラにやりますね。声ムカつきませんこれそうかもしれない。最初にボイス聞いたらもうなんか声ムカつくなって思ったんですけど。ちなみにアシスト版は相手の位置をサーチするんでちょっとは使いやすいかも。はい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 。飛竜のアシストみたいやな。あ、まあ飛竜のアシストはまた別にあるんですけど。あんねやあんねや。あとはこれ一ゲージ技ですね。うん、これはまあ単純に無敵技として使うんですけど、はいはい、自分が端に近いと、うん、これ追撃いきます。え、しかもめっちゃ減ってませんこれ。え、いや死ぬと思いますけど多分ちゃんとやったらとりあえず EX はこんな感じ。はいはいはい、はい、なんだろう、位置が良くないと追撃できないから弱いとまで弱いと言ってもいいかもしれないですね。このゲーム的には。そうですね、はい。で、スーパー2ゲージ技ですね、うん、これ自己強化って言いましたけど、いやこれはちょっとどっかドグラさんも馴染み深いブレイブルーとかで見たことあります。あると思いますけど、こんな感じの技ですね。もしかして風林火山、まあ、あれをちょっと強くした感じですかね多分。あれを強くすんの。バングの風林火山ってさすがに発動したら最強からかキャラかなっていうあれなんですけど。ちょっと待って。え、これ自己強化するとあれなんですか、すべての技をこの瞬でキャンセルできるようになるとかそんな感じなんですか。そんな感じですね、はい。もうスラスラ連打だけでも結構圧がすごいんですよ。スラスラスラでもやばくないですか。だいぶやばいです。で、うん、この時はやっぱそのガードされて核管のこれとかもシュッシュッとして、うん、キャンセルできるし。でこれのもう一つすごいところは、うん、扱いが難しいんですけど、うん、もう交代しちゃう。これもしかしてアシストが変わるんですよ。アシストが変わるんや。シュッと言われて。まあよく嫌がられる要素としてアシストに無敵があるという。あ、無敵があるんやアシストに。え、最強じゃないですか。これめっちゃ強いです。ちょっとまああのゲージはちょっと減っちゃうんですけど。うん。でしかも、うん、さっきヒットした時の様子が見えたと思うんですけど、めっちゃよろけるんですよ。よろけてましたよね。うん。当たったわ。いや、そっか。そっかそっかそっか。さっき言ったアシストから交代ができるというシステムのおかげで。そっかそっかそっか。無敵足からコンボってそこまでやるやついたかっていうレベルなんですけど。まあ、他にもこのゲームアーマーついてるアシストとかもあるし、もちろんそれも当たったらコンボいきますよ。うん、まあ、でもあれっすよね。アシストだけで見ても超強いアシストっすよね。強いっす、これは本当に。うん。もう一回発動してもらっていいですか。ええ。このモーションもムカつきません。まあムカつかって言われたらまあそうかも。この暗転中のこのモーション僕相当ムカつくなって思ったんですけど。かなりムカつくと思うねんな。まあそんな感じですわ。はい、それでこいつの基本性能というかこんなもんですかね。あとはなんだろう、対戦とか見てもらった方がいいのかな。参考動画にでもちょっと共有してみますか。あ、わかりました。去年の KGP の決勝ですかね。はい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 。あ、OKOKOK。はい、はい、開幕いきなりスラートがこんな感じでぶっ込むのもめっちゃ強いし、うん、ちょっとやられてるかな。でもミスったか。お、ガードしてる。飛んでたんか。多少頑張ったとか。いや、やっぱあのなんか牽制もこいつ持ってて言わざじゃなくないですかあんまり。でもこれちょっと弱くなったんですよ。これこのバージョンだと、はい、あの空振っててもワープできたんですけど、それがなくなりました、ね。なるほど。でこれは前バージョン、今もやりづらくなったんですけど、ループコンボですね、自己強化中の。
てか時間長いし、めっちゃゲージ回収してるし、出現するか。ちなみに自己強化のやつ、うん、一番最初のバージョン、これの2倍ぐらい時間ありましたよ。ちょ、これさ、ゲージ回収するのおかしくないですか、これ。いや、出てるのは通常技ですから。いや、じゃあ、これは、いや、だってもう、日本回収者、日本。これは前のバージョンでここまではできないんですけど。はい。下段か、今の。今のは下段の上に、はい、ちょっと、左から出てきそうな雰囲気じゃないですか。いや、確かに。確かに、確かに。しかも着手の下段でめくってみたいなノリですかね、これ。本当にめくれてるかどうかはもうもはやわからない。あ、そうか、これ地上やられにしてんのか。そうです、そうです、そうです。あ、なるほど、だいぶ悪用してるな。今のバージョンだとこれ 1,2 ループぐらいで結構限界来ちゃうと思うんですけど、はいはいはい、まあ、それでも相手は死ぬんであんまり関係ないかな。あ、なるほど。この時はちょっと簡単すぎて、はいはい、とりあえず忍者に交渉してそれやるみたいなノリがありましたね。はい、いいよ。やっぱあの消費相当ダメな気がするんですけど、うん、1個純正な疑問なんですけど、ええ、これじゃあ最強なんですか。やっぱこいつかチュンリーかって言われてます。あ、へえ。こいつかなり強いんですけど、やっぱ難しいところもあって、いろいろやれる分、はいはいはい、まあ、選択肢が多いからか、うん、チュンリーはシンプルにクソ強い感じなんで、ええ、あ、なるほど。ちょっとだけ見ますチュンリー。あ、もうじゃあチュンリーも紹介していただけるなら全然ちょっと見せてもらったら、ね、いや、なるほど、ありがとうございます。いや、パワーレンジャー確かにあれやな、いろんなキャラ見てみたいって思わせてくれるな、これモーションとか、ね、これあの、まあ、海外版なんでちょっと導入がめんどくさいんですけど、うん、はい、あのパワーレンジャー作ってあるんでそれ見て買うなり、あとめんどくさかったらその、うん、Amazon で輸入版普通に日本 Amazon で買えるんで、これのスーパーエディションっていうのを買うのが早いです。はいはいはい、なるほどなるほど。まあ、スーパーエディションはちょっとシーズン4のキャラはいないんで、うん、ちょっとまあこいつとこいつとこいつか、この3キャラはちょっといないんですけど、はい、ちょっとスーパーエディション買って面白かったら海外アカウント作って DLC 買うみたいな感じでもいいかなと思います。で、あれですよね、ジェックさん、このタイトルエボジャパンにも登録されている。あ、そうそうです、あの KGP の人に話してそっちで申請してもらいました。ちょっと、はいはい、再度に登録されるかは分かんないですけど、あ、はい、申請はしたと。はい、まあ、ドグラさんの配信で紹介されたとなれば人口が爆増して。そんな影響力ないけどいや、あるでしょ。ツイッターとかでたまに流れてくる動画ってコンボばっかで、なんかそういうの見ちゃうと、うん、うわクソゲーとか言う人多分多いと思うんですけど、はい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 、なんかね、即死させまくってるコンボ動画とか見たらね、なんかそういう先入観みたいなの一旦捨てていただいて、トシックス出るまでにいろんな格ゲー触れてみたらということで、まずはこのゲームをやってみていただいてはどうかなと思います、ね、なるほど、うん、ありがとうございます。あとは宣伝またしちゃって申し訳ないんですけど、このゲーム、はい、毎月大会と毎週木曜日に対戦会、私のチャンネルでやってます。ぜひ見学だけでも、はい、対戦会やってるっていうのは GX さんが部屋立ててやってるみたいな感じですか。そうですね、はい、オンライン対戦会やってます。大会も月1で初中級と無差別級大会やってます。あ、もうじゃあ始める準備っていうか環境はバッチリですね。広げてますね、輪を。というわけで皆さん、見てる皆さんもぜひ。いやー、ちょっとめちゃめちゃ宣伝しちゃいましたけど、いや全然もう そのためにあの出てもらってるっていうか僕もお願いしてる感じなんで、もう宣伝は好きなだけしてもらって、はい。なんかあったかな、宣伝すること。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、もうそれはね、いや絶対言っといた方がいいです。はい、うん、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パワーレンジャーバトルフォーザグリッドアダムパーク、このキャラは忍者。GX さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。